さあ、宙に浮く肉を現在少しずつ切っていって、意外とはあれをするのは、国防のあとそのままやりたいんだけど、だから、あれです、もう、あれ、あれ、あれ、一番外だし、八木さんの希望で、あれも連れてきたいって言うから、平野さんには、だから、お伝えされるか、平野さんは、平野さんは、まだ話してないけど、俺も本当に、あのな、そういう時に話そうと思ったんですけど、ちょっと気になそうって、話しなかったら、非常に馬鹿しちゃった。あいつこれ、俺やりますから、もう。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。